女子大の試験会場だと気づいた。右上。あの顔。男の子になれば大丈夫。まあ受験はできるから。金持ちの家はよく燃える。やんでんな。燃えてしまえ。よし、盛大にやろう。これから毎日家を焼こうぜ。いっけねえ、地獄地獄。何したんだ。地獄ってお前何やったんだよ。遅刻遅刻みたいなノリでいられる状況か。おめでとうございます。打ち切り漫画の最終回。あるある。一人寝てる。左上強そう。わかるわ。常人の5倍以上の速度で仕事を完了させる手際良太郎さんの悩みとは。時給うまい。歩合制ならな。それはそうだよね。ただ仕事量だけが増えていく。椅子をどけたのに転ばない。強靭な下半身。何してんねん。体幹鍛えてますから。ボケるとこそこ。シニアとジュニアの違いをわかりやすく説明せよ。すぐ行きそうなのがシニア、すぐ行きそうなのが俺のジュニア。知らんがな。ほわからめるな。聞いてねえよ。お前のかよ。あの床屋絶対許さねえ。やべえ。増えた。どうしてそうなった。もともとどんな髪だったんだよ。近くにトイレはありますか。あそこです、こっちです、あっちとそっちです、向こうです、上です。上。じわじわ来た。上ってなんだよ。はっきりしろ。実は今日誕生日なのですが、友達がいないので誰も祝ってくれません。助けてください。心配無用です。妻や子供たちがいても祝ってくれないものですよ。悲しい時。救いはないんですか。みんな救われたようだな。祝ってやるよ。おめでとう。何か忘れてる気がするのぞ。悩ましい。羞恥心な。そのままでいいんやで。服だよ。すごくダサい局面で、馴染む、実に馴染むぞと言ってみてください。瓶にはまった指が抜けない時。ダサい。というか焦る。これはダサい。オロナミン C 洗ってる時とかによくある。膨らましますね。風船か。何を膨らますんだよ。何したいんだ。いや、普通に膨らますけど。孫に振り込んであげた。いい顔。しっかり引っかかってて草。おばあちゃん。それ孫じゃないかも。1軒目でトナカイをプレゼントした。アホか。後先考えろ。お人よし。トナカイと引き換えにチャリ。課金しまくって集めた歴代横綱20体を合成すると行事になるクソゲー。何そのクソゲー。これは増えた。行事は勝敗を決定できるチートキャラだぞ。こんなゲームは嫌だ。第1位ナビ、次の稼働右折です。ナビ。なあ、彼女の出発今日の10時だろ。本当にいいのか。まだ間に合うから行ってやれよ。最短ルートで案内するからさ。男前や。惚れた。かっこよすぎ。何のドラマだよ。迷子センターに厄介なのが来た。画像の破壊力。押し系なすって。好きだわこういう子。おそらく親も厄介。友達にはジムじゃなくてジムに行けってよく言われます。うまい。ほっとけや。いい友達。本当に言われてそうなんだよ。物件すげえ。トイレ広。アホみたいな廊下。本当だ。泥棒はオイラたちで退治しましたから。いえ、違うんです。聞いてください。だから泥棒が癒される。だから泥棒が。じゃその泥棒はどこだ。手前の犬が言ってる感じする。これを最初に試したやつって絶対にバカだろと思うこと。高速道路で窓から手出してこれがおっぱいの感覚だって初めて言ったやつ。バカと天才は紙一重。知らんかった。やってみよう。ごめん、それもうやったわ。バイク乗りは全身でそれを感じる。素足で耐える。めっちゃ小刻みに震えてそう。頑張らなきゃない場面かなんかか。なんでそんなことするの。バカ野郎、無茶しやがって。ヒーハー。似てる。まんまやないかい。ヒラパー兄さん。まんまじゃねえか。どうかしてるぜ。校長の話が盛り上がってきた。絶好調。わろた。校長が耐えた。こんな古典的なネタで。条例じゃねえからそうそう倒れん。食べたらなくなっちゃったよ。おもろい。そらそうだよ。当たり前なのに面白い。ちゃんと身についとる。今なんか後頭部に書いてたろ。うん。絶対書いてる。ハゲって書きましたが何か。きっと増毛してあげたんだよ。前の車を追ってください。
嫌です。いやいや。このまま走ると思うと。すぐに気づかれるって。にゃにゃ色。綺麗。ここかな。光るぬこかって。いいね。好きにしてくださいって言ったらスキンにされた。やっちまったな。ハゲメガネモード発動。似合ってるやん。頭の形がいいから似合ってるじゃん。本当にどこの馬の骨かわからない奴が来た。頭だけお邪魔します。馬ですらない気がする。キメラアントみたい。帰れ。まだ、幼い時には見えた下駄箱の妖精。なんか好き。高すぎて足がヒューンとなる。下駄箱の縁をくん。いじめ食らってるのあるな。なんだかわからないが、これでも食らえ。お湯張りを始めます。うわぁぬくもりがー。お風呂の栓はしましたか？戦闘用のプレートの意味は、と思ったが。ご戦艦か？それ、戦闘用じゃなくて、戦闘用だろ。好きな子に告白することを決意する。近づいただけで警察を呼ばれる。おまわりさんが到着雰囲気を察知、嘘無線が入ったふりしてその場を離れる。無事告白カップル成立。おまわりさんウィンク。警察呼ばれてるのになんで成功したんですかね。かっこいいおまわりさん。素敵やん。警察呼んだくせに OK するんかいわら。ダリー。まあ元は鳥だったような。かわいい。誰だ。猫が太りすぎ。お前か？キリンさんが好きですって言ってたの？いや、俺はシマウマの方が好き。俺、タイガーが好きで。おい、何しやがる。ちゃんと最後まで聞いてあげて。でもゾウさんの方がもっと好きです。小さい子より先に降車ボタンを押してザマーするのがストレス発散。ひねくれてんな。なんちゅうやつ。大人げない。ムカつく顔だな。マンホール内で工事してる作業員が酸欠にならないように、昼に食べた餃子の王将のゲップを吹き込む。ただの嫌がらせ。息止めて結局酸欠。しかも二酸化炭素。許すまじ。あの投げた手榴弾まだ爆発しないな。この水筒開けた時ピンって音がしたな。ああ、投げ返されちゃうな。投げたん水筒や。あ、自動運。正常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 異物混入正常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 異物混入正常正常異物混入異物混入正常異物混入。怖いわ。わかったところで。つぶやくだけか。この人が異常で草。車が小さい。どこでご飯食べるん？畳部屋は入り口塞いでて草。和室になぜそんなでかいソファを入れた？車2台分のベッドで草。どんなに修行しても先輩みたいに地面に降りられない。そっちかよ。すごいのはあなた。感じるな考えろ。重力から目を背けるな。地に足をつけて初めて一人前だからね。みんなで唱える。こいつサボってました。地獄で草。上げ足の取り合い。こんなとこじゃ働けねえ、わら。真面目な奴はいないのか。それでも日本人は、あやたかを選んだ。加藤あやたか。選ばれたのは綾鷹でした。ワイが選んだのは生茶でした。そんな。大井新人定時だからってこの状態で帰るかなー。お疲れ様でした。おお、すごいねー。ゆとりってすごいねー。絶対いい先輩。ゆとりだからとかいう次元じゃない。最後のすごいねーでやられた。ゆとり、これだからゆとりは。うちの神さんね、怒った時はこうして鬼になるんですよと頭に持っていこうとしてる途中で観客席に妻がいた。ここからどうごまかす？顔？なんちゃって。視線が痛くて気がついたのかな。マリオカートのコース。レインボーロードみたい。DS なら裏世界行けるやつ。横のコースに全部だ。芸術だな。磯野、近い近い。気づいた瞬間増えた。頭にしか見えなくなった、わら。頭をグリグリ。秀逸。飛べないなら走れ、走れないなら歩け、歩けないなら生え。そんな俺のあだ名はウォーキング牧師。生えないなら転がれ。走れなかったのか。防弾やー。歩く牧師。母ちゃんの起きなさいがついに、夢にまで侵略してきた。ライブはライブのラスボス思い出した。なさい、はや。来いよ。ええ母ちゃんやないか。なんだ、この交差点に出てくるのか。どうなっとる？戻れるかな？これは画像が面白いよ。なるほどね。なんでご主人はいつもんちなんて集めてるんだろう。あなたとマナーのせいですね。道路攻め不可避。おめえがその辺にすっからだよ。そんな目で見られても、これが愛なんだよ。救急車はこう。足が高く上がって良い蹴りね。これが噂の劇場の鬼塚キックか。鬼塚タイガーショット。さすがゴッドチャイルド。卒業式でやってはいけないこと。笑ってはいけない。ジミーちゃんの卒業証書音読。笑ってはいけない卒業式24時。山崎はビンタ。
田中という名字の子だけ退屈。浮気相手のラブレターをシュレッダーしたはずだったが朝起きたら綺麗に修復されていた。執念を感じる。嫁の能力。クレイジーダイヤモンド。学生時代の妻へのラブレターだったら平和だった。イエス、キリストは茨の冠をかぶせられ、十字架にかけられてもなお諦めず、最後の力を振り絞り、こう言った。パソコンのハードディスクは風呂に沈めてくれ。水没ぐらいなら簡単に復元できるぞ。転生したらイスラムだったけん。そうかユダの奴が拡散させたのか。最後の力で言うことか。昨日友達に貸したやつが売られてる。人から借りたファミコンソフト売るやついた。ダチが本当に知人のバチを売ってた、わら。ひでえ。友達に貸した PSP がまだ返されてない。アッコンタクト見つけた。お前必要ねえだろ。探してあげてるんだろ。さすがだね。カラコン、とか。カンノミホ。おえやん。ここはライオン。白菜かけますね。ビールビール。やあ、新番組トム逃げての時間だよ。今回は野犬の被害がある森に来てるんだ。果たして僕は野犬に会えるのか。こうご期待。周りの野犬いい笑顔。すげえ囲まれてますけど。きっとブルは強いぞ。初回で終わりそうだなこの番組。あ、俺俺。ちなみにだけどお前に借りてた車っていくらくらいすんの？いやいや、ちなみに。ローン組んでるの？いや、ちなみにだけど。保険とか、いや、ちなみになんだけどね。ガチで俺はこうなる。カフェオレに使ってるように見えた。最後に何か質問はありますか？面接の第一声がこれ。絶望。ツッコミ待ちでいいのかガチなのか。お祈りされるパターンや。就活してるけどこれきついわ。誰だよ？海底の線抜いたの。素晴らしいセンス。国際指名手配だな。ノックアップストリームかもしれん。あ、ごめん。俺。二次元の嫁と本当に結婚する方法を教えてください。一ルパンの本名を教えてください。三五右衛門の弱点を教えてください。すげえ発想。寝取られ展開かな？ワクテか。天才。なるほどそういう趣味か。西暦3020年未来人の目線、1700年頃まで一般的に地球は球体ではなく平らだと思われていた、2020年頃まで。オリンピックは4年に一度開催されるものと思われていた。人類は猿から進化した、時間旅行は不可能。2年に一度じゃろ。習近平のせいです。思われてたっていうか。緊急で運ばれてきたおっさんの血液型がわからなかったので、だらしない寝癖だけを頼りに固定観念で大型をチョイスしておく。おいおい。性格って関係あったっけ？危ねえ判断。お前が大型だろうが。パパったらしぶとい。サイコパスで草。溶岩魔人かよ。一体パパが何をしたというのだ。このターミネーター美味しそう。願望予想ランキング、1位安球、2位安 A、3位。帰ってきた平成。後付けで名前がつく。ジェットか。平成2期。ウルトラマンかよ。セカンドシーズン。プールの後の数学。あっはっは。焦点が。赤ちゃんになってて草。将来有望だな。ダライラマが間もなくいらっしゃいま。おめでとうございます。ジョナサンさん。主は来ませり。増えた。久々に爆笑した。やっぱ男は常に鍛えておかないとなが口癖の数学オリンピックチャンピオンのボブ。筋肉の方程式。めっちゃ計算早そう。ナックルタイプ。絶対強い。最強じゃねえかわらわら。救世主イエスキリストはそんなこと言ってない。右の頬を撃たれたら。おそらく犯人は左利きでしょう。拳でえぐるようにして撃つべし。メイス入り。それはきっと、私だ私は左利きだ。シャーロック・ホームズもびっくりわら。相席を許可した結果。モニタリングでこういうのあったね。慣れ慣れしいのがいる。カップルに座られるよりはいい。真ん中のおっさん、どうしてこうなった？NHK 集金部隊が本気を出した。払わなきゃ東京湾。これが切り取りってやつか。徴収率 100%。テレビ持ってないけど払います。次回予告。前を走ってるもみじマークのプリウスが遅すぎると思ったら急に加速してコンビニに激突。みんな、特攻隊に憧れてたんだね。もう払拭できないよね、プリウスのイメージは。煽られたと勘違いしてパニックったんだな。プリウスミサイル。戦わせると一番強そうな漢字一文字。とう。なんて字だ。読めない。タイトで変換。サイバーエンドドラゴンじゃん。入国までの手続き、1到着、2入国審査、
3荷物の受け取り、4。おじいちゃんし、静かに。トイレはもうちょっと我慢して、ご入国。おじいちゃんゴーン。いや、エスパイト。し、ってわら。もう限界。難なく敵の縄文を突破。この格好に騙されちゃった。バサラ出てきたわ、わら。余裕すぎる。向かうところ敵なしというか敵自体がいなさそう。スフィンクスの右手部分の間取り。バルコニー指示。キッチンの奥風呂なのか。築年数やばいな。小指正解はロタ。一部に不適切な表現が含まれるため、映像をスイカに変えてお送りしています。いやー。何があったの？こっちのが不適切だって。そもそもお送りする必要はあるのか？校長の話が80年に及んだ。校長何歳だよ。校長不死身かよ、わら。誰がお墓建てたの？深い。玉ねぎ画像。条件反射かな。画面越しでそうなる？その手があったか。みじん切りも追加すればもっと泣けるで。待ってくしゃみ出る。終わった。こっちみんな。おやめえ。待て、落ち着け、向こうを向け。久しぶりだな、4年ぶりか？2年です、息子は元気か？娘です、なあ、ジョ、サムです。全部違う。興味ないのバレバレ。2年も会わないとね、忘れちゃうよね。グダグダや。算数、答えが大体4になる問題を作ってください。スマップの中で納得いってないメンバーは何人？思わず簡単の声が漏れたわ。独立して金をハウハしたかった。木村さんも本当は独立したいだろうな。うまいな。童心に戻って駄菓子屋で購入した30円の竹とんぼが、大人の事情で取引先から購入した3000万のシャンデリアを粉砕した。竹とんぼ自作するの楽しいよ。30円強し。竹とんぼ強すぎだろ。その何でも壊せる竹とんぼを高値で売ればいいんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。